さあデリケット今夜のラインナップはこちら。実はこのラインナップの中から今夜ゲストが登場いたします。一体誰が登場するのかお楽しみに。まずはこちらのデリケット、スパイサーズバイト NC。 さあデリケット今夜はゲストをお迎えいたしました。この方々です。ハトフルパンクスのボーカルナイルパーチ富樫です。はい、ベースのキャプテンタッキーです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。大阪発6人組ファンクバンド、ご機嫌なグルーヴとソウルフルなボーカルが魅力。あのハーフファンクスはですね、まあ言ってみれば本当にそのバンド名にも入っていますけど、ファンクミュージックを主体にやってるってことですが、はい、そうですね、結成から結構長いんですよね。もう12年ぐらいやってます。12年、はい、そう、高校生ぐらいからやってて。あ、そう、はい、高校の頃からファンクミュージック。そうなんです、ね、何がきっかけでそのバンド組むの。もともとやっぱ親父とかがファンク好きで、はい、ディスコ世代、はいはい、親父が、はい、もうだから家でもよく聞いてて、うん、で地元とかもそういう先輩方のミュージシャンとか、おるおっちゃんらとかはやっぱりそういうディスコ世代とか、ブルースとかソウルみたいな人多くて、まあ本当にね、ファンクといえばもう聞けば体が踊りたくなる、うん、あのロックにもない、言ってみれば EDM のようなダンスビートにもない独特なグルーヴとかがファンクはあると思うんですけども、はい、ハートファンクスが音楽で大事にしていることって何なんですか。どうイエーってなってもらうか。どうイエーになってもらうか、はい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 、もうそれですね、一言で、うんうん、そのためにやっぱり今おっしゃられたグルーヴっていう、はい、生のね、ビート感やったり、うん、みんなでグルーヴする、お客さんとみんなでグルーヴするっていうのも大事にしてる。なるほど。ハートフルファンクスはどんな人間関係だったり上下関係があったりしますか。いや、昔から言ったブルースって優雅だ、優雅なんですね。ああ、はい、確かに木村さんとかよう道で会いますもんね。普通に会う、普通に会う。なんか E.T. キングとかもなんか大阪ルーツさん、ルーツさん、もう一番も近いところですよね。はい、今イトキンさんの、ね、はい、気に向けて、ね、あれなんで、で今度の僕らのライブにも、はい、ちょっと遊びに来てくれるみたいなんですけど、うん、メンバーさんで、うん、はい、はい、どうですか今準備。ガシガシやってる感じですか。ガシガシやってますね。ワクワクして、ワクワクしてですね、11月26日ハートフルファンクスワンマンショー、ハングファンダウン、ぜひ踊りに来てください。はい、来てください。ゲストも楽しみなハングファンクダンクボリューム6、11月26日開催。ぜひ皆さんもライブに遊びに入ってください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。